洋楽離れと平野翔、元優ユタ、神宮寺優太の可能性。本当に洋楽は終わってる。K-POP 躍進の裏で、ハッシュタグ平野翔ハッシュタグガ優ユタ、ハッシュタグ神宮寺優太に求められる役割とは、洋楽離れという言葉が近年頻繁に聞かれるようになりました。特に日本国内では、かつて一世を風靡した欧米の音楽が、 若者の間であまり聞かれなくなっているという現象が注目されていますこの現象は本当に起きているのでしょうかまた洋楽離れは日本だけの問題なのでしょうか今回はこのテーマについて youtube の再生回数チャートをもとに考察しナンバーアンダーライン愛に所属するハッシュタグ平野小ハッシュタグガン言うたハッシュタグ神宮自由たと洋楽離れに関連する可能性について探ってみます まず、YouTube の国内再生回数チャートを見ると、確かに洋楽の存在感は低く、K-POP アーティストの台頭が目立ちます。2024年8月末から9月等にかけて、オアシスが再結成し、リンキンパークが新メンバーを加えた活動を再開するなど、洋楽に関する大きな話題がありました。しかし、日本国内のチャートには、 これらのアーティストの楽曲がほとんどランクインしていません。例えば、2024年8月30日から9月5日の日本の YouTube チャートのトップ30には、洋楽アーティストは一人も見当たりません。これは、日本の若者が洋楽から距離を置き始めていることを示すものでしょうか。一方で、K-POP アーティストは日本のチャートで顕著な存在感を示しています。エ s セラフィムやエスパなど、 韓国のアイドルグループが上位にランクインしており、特にエルイス・セラフィムのクレイジーが4位、エースパのスーパーノバーが23位にランクインしています。これに対し、欧米のアーティストは影も形もなく、YouTube チャートだけを見る限りでは、洋楽離れは現実的に起きていると感じざるを得ません。しかし、洋楽離れは果たして日本だけの現象なのでしょうか 同じ時期の英国や韓国の YouTube チャートを見てみると、異なる傾向が浮かび上がります。例えば、英国のチャートでは、サブリナカーペンターやインシンクといった英語圏のアーティストが上位を占めていますが、韓国ではエルイ・セラフィムやエスパなど、アジアのアーティストが人気を博しています。これにより、日本だけでなく、他のアジア諸国でも洋楽離れが進行している可能性が見えてきます。 ここで興味深いのは洋楽が聴かれなくなっている一方で外国語の音楽全体が敬遠されているわけではないという点です K-POP のような非英語圏の音楽が引き続き支持されていることはリスナーが異文化の音楽を完全に排除しているわけではなく単に興味の焦点がシフトしているに過ぎないとも言えるでしょうこの現象を考察する上で「ひらの章」ハッシュタグた「ガンユータ」 ハッシュタグ神宮寺ゆ太の活動が非常に重要なヒントを与えてくれるかもしれません。彼ら3人はナンバーアンダーライン愛としての活動だけでなく、それぞれがソロアーティストとしても高い人気を誇っています。平野翔は、これまでに数々のドラマや映画に出演し、俳優としてのキャリアも順調です。ガンゆは、その圧倒的なボーカル力でソロアーティストとしての地位を確立し、 神宮寺雄太もその多彩さでファンを魅了しています。彼らの活動を見ると、彼らがいかに多様なジャンルやスタイルに挑戦しているかが分かります。ここでもし彼らが洋楽とのコラボレーションや、さらに国際的な音楽シーンへの進出を目指すとしたら、どうでしょうか。現時点での日本やアジアの音楽シーンにおける洋楽離れは、彼らにとって新たな挑戦の場を提供しているかもしれません。 例えば、K-POP が日本やアジアの他の国々で大きな人気を誇るのと同様に、ナンバーアンダーライン愛が洋楽アーティストと手を組んで、新しいグローバルな音楽ムーブメントを起こすことができるかもしれません。もちろん、洋楽離れが進行する中で、英語圏のアーティストが再びアジアでブレイクするのは簡単ではないでしょう。しかし、音楽業界の変化は常に予測不可能です。 かつてビートルズやマイケル・ジャクソンが世界中でヒットを飛ばし、すべての世代に愛されていたように、未来の音楽シーンもまた驚きに満ちているはずです。ナンバーアンダーライン愛がその一翼を担う日が来るかもしれません。ここで一つの仮説を立ててみましょう。もしも、日本やアジアのアーティストがより積極的に洋楽アーティストとコラボレーションし、新たな音楽スタイルを生み出すことができれば、 洋楽離れれのの流れを逆転させるることができるのでできはないでしょうか例えば平野翔がアメリカの有名プロデューサーと組んで英語と日本語のバイリンガル楽曲をリリースする岸優太がイギリスのロックバンドとコラボして新たなサウンドを作り出すといった未来が考えられますこれにより洋楽と日本の音楽シーンが新たな融合を見せ再び多くの若者が洋楽を聴くようになるかもしれません 一方で、こうした変化にはリスクも伴います。リスナーの思考は非常に多様化しており、一つのスタイルやアーティストに固執することなく、新しい音楽にすぐに飛びつく傾向が強まっています。これは、アーティスト側にとっても大きなチャレンジです。ナンバーアンダーライン愛がこのような多様なリスナーのニーズに応えるためには、常に進化し続け、 変化をを恐れずに新たな挑戦を続けるる必要があるでしょう。また音楽ストリーミングサービスや SNS の普及によりアーティストが国境を越えてファンと直接つながることができる時代になっています YouTube や InstagramTikTok などのプラットフォームを通じて世界中のファンとリアルタイムでコミュニケーションをとりながら自分たちの音楽を発信することが可能です ナンバーアンダーラインアイの3人も、このようなプラットフォームを積極的に活用し、国内外のファンと強い絆を築いています。この点において、彼らが洋楽アーティストとコラボレーションし、世界に向けて新しい音楽を発信するポテンシャルは非常に高いと言えるでしょう。さらに、アーティストが多国籍なファンベースを持つことの重要性も増しています。K-POP の成功を見れば明らかなように、 音楽業界において国際的な影響力を持つことは、今や成功の鍵となっています。ナンバーアンダーライン愛も、すでに多くの海外ファンを獲得しており、彼らの音楽やパフォーマンスが国境を越えて愛されていることは明白です。このような状況を考えると、彼らがさらに世界へと羽ばたくためには、洋楽との融合や新しい挑戦を恐れずに進んでいくことが必要でしょう。最後に、 洋楽離れという現象を捉える際に重要なのは、単に欧米の音楽が聴かれなくなっているという表面的な事実にとどまらず、その背後にあるリスナーの思考や音楽文化の変化に目を向けることです。今後、音楽業界がどのように進化していくのか、そしてナンバーアンダーライン愛の3人がその中でどのような役、割を果たしていくのか、非常に興味深い展開が期待されます。 洋楽離れが進む中で、彼らがどのように新しい音楽の潮流を作り出すのか、これからも目が離せません。